撃破アトラーカブテリマン。攻守両班のターンですわ。ほな行きましょうか。偽の看板は準備よし。この先巨大うんこ。まもなく現れる選ばれし子供は罠のど真ん中へご案内だ。巨大うんこ。何としても手柄を立てなければ。バンデモン様に消される前に。バンデモン様。巨大うんこ落石注意。どっちだ。うんこなのか落石なのか。小次郎はん、ちょっと休みましょう。わてバテました。わてバテました。可愛い言い方したぞ。バテました。一刻も早く源内さんを探さないと。せやかて、もう二ヶ月も。二ヶ月も歩きっぱなし、そんなバカな。たとえ何ヶ月かかろうともです。小次郎はん、待ってえな。待ってえな。ちょっと休憩ぐらいしたらいいじゃないか。源内さんに会えれば、この紋章の秘密がわかるに違いありません。小次郎はんの。そういう何でも知ろうとする探求心、わて好きですよ。わて好きですよ。よしてください。照れるじゃない。それにしても源内さんはどこに。源内源内うっせえなこいつ。まあ、交渉大好きだけど。え、休みなしですか。交渉班好きですぜ。マップへ。もうぬめもんはいいんだ。ぬめもんは戦いたくない。宿敵がいる。あぶねえ。アイテム落ちてないかな。もうぬめもんとクワガーモンが雑魚敵っていうのはやめてほしいな。もう飽きてきたよそれは。巨大うんこ落石注意。どういう意味だ。看板で注意されているなら回り道した方が良さそうですね。回り道するならこっちかな。絶対戻ってるよな。行ったらダメって書いた。こっちも行ったらダメと。この奥に行けと。ヒヒヒヒって。どっちだ？お、アイテムがいる。アイテムに導いてくれたぞ。優しい。上がっていくとそこには、うん、また看板ですね。まだ巨大うんこが。今度はこっちに行った方がいいみたいですね。こんな単純な罠に引っかかるなんて。さすが小学生。やめてやめて。向こうに絶対アイテムがあるはずだ。こそダメだった。うんこには興味ないんですが。探求心。うんこ野郎がすぐそこを歩いてるじゃないか。行き止まりだ。めっちゃ落とし穴がある。テントも飛ぼうよ。飛んでるのに落ちていく。全く身動きもせずに落ちていってる。あーかっこ棒棒読みで。あー言うてる。テントモンは飛ばないの。飛びませんのや。飛んでも落ちます。飛んでも落ちます。どこまで落ちるんでしょう。落ち方もそのままスーッと落ちていく。地獄です。地
地獄は嫌や。でも地獄はもしかしたらいいところかもしれないよ。欲に取りつかれた者はみんな地獄に落ちるのじゃ。僕たち別に欲なんかに取りつかれてなんかないと思いますけど。欲の塊じゃないか、幸四郎。みんな取りつかれている。何でも知りたいという欲に。そんな。地獄へ落ちたいのか。落ちたくありません。わてもならば知りたがる心を捨てるのじゃ。知りたがる心をどうやって捨てるんだ。幸四郎の知りたがる心、わて好きやで。わても好きやで。でもこのままでは二人とも地獄へ落ちてしまいます。ああ。さっきからあーとかわーしか言ってないじゃないか。どうやって捨てるんですか。念じるのじゃ。念じるのじゃ。知りたがらない、知りたがらない。わあ、ここは一体どこやに。聖なる神秘な宇宙じゃ。宇宙じゃ。はあ。洗脳されてる。もう目がおかしい。あんたは聖なる神秘な宇宙を司るベーダモンなのよね。どっかのヤバい宗教みたいな。ベーダモン。お前の捨てた知りたがる心はわしが処分してあげるのよね。幸四郎はん、幸四郎はん。大切なのは宇宙パワーを身につけることなのよね。大切なのは宇宙パワーを身につけること。そういうことなのよね。顔がドアップになってた。宇宙パワーの基本は呼吸にある。呼吸にある。どうしてそれを知っているんだ。幸四郎はん、そんなわけのわからないもの。洗脳された宗教の信者みたいだな。正しい呼吸法は右の胸からアルファ波を発生させ。修行を続けるのよね。はい。ABCD って動いてくれないの。アニメだと幸四郎がもじもじくんのごとく ABCD って体で表現してたのに。言うだけですか、 ABCD って。あれ、落とし穴こんなに深く掘ったっけ。まだ紋章も手に入れていないのにどうしようか。飛んできた。今日はいい心が手に入ったのよね。銃持ってないぞ。すみません、この穴に落ちた人間とデジモンをどこかで見ませんでした。見ました、見ました。少々お待ちを。戻っていった。上がってきた。お待たせいたしました。これがあの子の知りたがる心です。心。心の宇宙商人ベーダモンです。心を買いに来たのでは。いやでも知りたがる心は欲しいな。知りたがる。そうじゃなくて、あの子が持ってるタグと紋章が欲しいんだけど。ちょっとでも疑問に思ったら知りたがる心が欲しい。お客さん、うちは心を売る店なの。そんなもの売らないのよね。立派なうんちがあるんだけどな。うんち。それも立派な。立派なうんちが欲しいのかっていう。ブツブツ交換してもいいんだけどな。します、します。ベーダモンの好物を知ってるっていう。好物ではないか。よくわからん。まだ EFG 全く動かない。言うだけ。言い忘れたことがあったのよね。今度は何や。今度は何や。宇宙パワーを身につけるには全てを捨てなくてはならないのよね。全て。
身の回りのものをすべてよこしなさい。そのパソコンをよこせ。はい、こんなものいらない。ああ、ダメですがな。お黙りなさい。ああ、さっきからああああ言ってるじゃないか。さあ、紋章を。小四郎はん、しっかりしなはれ。しっかりしなはれ。小四郎はん。テントマン、ここは何を。なんでいきなりもう急に飛んだぞ話が。飛びすぎじゃないか。元に戻りはった。なや、力がみなぎってきましたわ。何が何だかわからない。勝手に進化した。その程度で勝てると思ったのね。勝手に音楽が流れ出した。なんだこれは、なんだこの話は。知りたい、僕も知りたいです。知りたがる心が勝手に。うわー、カブテリモン、だって二人で冒険を続けましょう。小四郎はん、何や力が湧いてきましたね。ダメだ、これはアニメを見直した方がいい。意味がわからない。だいぶカットされまくってるな。バブモンとかどこ行った。さあ進化のシーンだ。パチン。お虎カブテリモン。アトラーカブテリモンっていうのに、アトラーカブテリモン普通に嫌がった。トラカブテリモン、口がペロペロ動いてる。ペロンペロンって、顎というより舌みたいな動きだな。ペロンペロン。なんなのこれは。だけどハッタリでは私に勝てないのよね。なんなのこれは、は俺のセリフだ。兵だもん。でっか、技ホーンバスター、メガブラスター、え？メガブラスター撃てるの？アトラーカブデリモンのメガブラスター撃てるのか、ちょっと撃ってみよう。メガブラスター。メガブラスター。普通に撃てない。ホーンバスター。ホーンバスターよ。アニメと言い方が違う。ホーンバスター。ホーンバスター、ホーンバスター、ホーンバスター。いいよ。あれ、ホーンバスターよりメガブラスターの方が効いてないか。悪魔の嘆き。メガブラスター1200だろ。これ強くない。ホーンバスター、やばい、ホーンバスターして向こうに2回攻撃されたら死ぬんじゃないか。ああ、回避よ、回避アップについてた。ホーンバスター、取りましたね。画面から半分ぐらい出てるっていう。レベルが上がらない。ドレインアタック。攻撃すると回復するのかな。
与えたダメージ分アップ。これはえげつないんじゃないか。やりましたで、孝志郎派。でっか。アトラーカブテリモン。あれが出口。ここから出ましょう。ええ。遅い。ベーダモンのやつ何をしてるんだ。ああ、ベーダモンが紋章と。タグと紋章とデジバイスを持ってきて、さあうんちをよこせって言ったらピコデビモンが、じゃあ今から出してやるよってうんちをしようとするシーンとかをカットしてやがる。面白かったのに。何出てきたのはアトラカブデリモンだと。抜け出せましたで、孝志郎班。こんなでかいのが出てったらびっくりするわ。行っちゃいましたね。何だったんでしょう、あの手順。さあ、エネルギーの使いすぎでんな。使いすぎですわ。持ちもん。持ちもん、本当にありがとう。バブモンまで進化し、バブモンやったかな。小四郎は、小四郎、小四郎。ヤマトさん、タケル君、ツノモンにパタモンも元気だったか。ええ。なぜランクが上がる。何もしていないのに。選ばれし子供たちよ。こうしろは一人で切り抜けたな。テントモンと一緒だけど。源内さん。この世界の歪みはまだ正されていない。そんな、そんな。頼むぞ、選ばれし子供たち。また言いたいことだけ言って。言いたいことだって。みんなと合流しましょう、ヤマトさん。力を合わせればきっとやれますよ。言いたいことだけ言って消えていく。ああ、そうだな。ニコーってしてる。すっごい笑顔。みんなで頑張ろう。次回は殿様ゲコモミミのターンが始まる。さあ、この辺で終わります。バイバイ。